稲毛海浜公園稲毛海浜公園球技場稲毛海浜公園球技場は千葉県千葉市三浜区の稲毛海浜公園内にある球技場アイルランド代表の来日を記念して建立された石碑 2002FIFA ワールドカップにおけるキャンプ地として前年から整備が開始2001年に親善試合で来日したイタリア代表がキャンプ地としてテスト仕様 その後アイルランド代表が日本ラウンドでのキャンプ地として使用決定。その後もトヨタカップや親善試合で来日したクラブチーム、ナショナルチームのキャンプ地、練習場として使用されることが多い。ただし現在最も使用頻度が高いクラブは千葉市をホームタウンとするジェフユナイテッド市原、千葉で2003年、2004年と練習試合、集中キャンプなどでの使用頻度が かなり高くなってきている。千葉市がジェフのホームタウンとなって初めて千葉市で開催された公式戦の会場ともなり2003年 J サテライトリーグ対ジュビロ岩田戦が1449人の監修を集めて行われた。千葉市都市公園施設千葉市花見川区花島コミュニティセンター及び千葉市体育施設の指定管理者についてありがとうございます。